キャストトーク。皆様こんにちは。冒険者になりたいと都に出ていった娘が S ランクになってたアンジェリン役の早見沙織です。アネッサ役の川瀬真希です。ミリアム役の大久保留美です。こちらは2023年10月より放送中のテレビアニメ冒険者になりたいと都に出ていった娘が S ランクになってたをさまざまな観点で掘り下げて作品の魅力や裏話などここでしか聞けないお話をお伝えしていくトークコンテンツです。はい、前回はあの7話までの振り返りトークを行いましたが、今回は第9話の放送が終わったタイミングということで9話までの感想や裏話を中心にお話ししていけたらと思いますが、はい、じゃあまずは川瀬さんどうでしたでしょうか。いやあのずっとねあのオープニングとかには登場していたんですけれども、あのやっとグラハムさんだったりとか、はい、マルグリットさんだったりとか、うん、あミトちゃんだったりとかそう、ね、が、まあ、登場しましたねという、はい、やっと会えましたねっていう感じだったんですけれども、うん、まあ、そこもありつつ一番やっぱりこう気になるところというとやっぱお嫁さん探しが、ね、そうね始まりましたからね。勝手にそう勝手にお父さんの許可を得ずにね本当にそうもう本当にアネッサがえみたいなのがミリアムはノリノリなんだよねいいのかみたいなのがすごいいっぱいありましたけれども、やっぱりそのねアンジェにとっての その家族の形というか、うん、なんかいろんな憧れがあるんだなっていうのは感じられましたね。そうですね、うん、やっぱお母さんの存在っていうのもアンジェリーにとってはこうキラキラみたいな、うんね、母性こんな人がいいみたいなのがね、うん、ありましたね。なんかこうお父さんにお母さんなんて必要ないみたいな感じかと思いきや、そうなんか逆になんかお母さんかっていう憧れがあるっていう、なんかちょっとそういうとこ可愛いなって、ね、やっぱりそこはなんか取られたくない対象っていうよりもお父さんなんだなっていう感じなんです ね、本当にね、娘の視点で考えてるんでしょうね、そこは。いいね、お父さんの幸せをちゃんと考えてるっていう意味で言うと、そうアンジはいい子だよね。いい子ですね。勝手に始めちゃうけどそうですよ、ね、育て方が良かったか勝手に始めちゃうけど勝手に始めちゃうけどっていうねありました ね、 ね、はい、あとはまあちょっとね、結構激闘を繰り広げたシャルビャクと再会して、うん、しましたね。そうでした。いやもうでもなんか再会したシャルがボロボロだったの見るともうなんか印象がだいぶ ね、 ね変わりましたよね。最初やっぱり出てきた時がちょっと嫌な感じだったけど、やっぱシャルの生い立ちだったりとか考えるとそうだよね、辛いよねっていう。ちっちゃい子ですからね、まだなんか手もずたぼろになっちゃってて、そうなのお金をさ一軒一軒返して回ってるっていうのがもう泣けてしょうがなくて、それをこう守ってあげて見守ってあげてるビャック、うん、そうですね、ビャック優しいんだよね。優しいんですよ、不器用なんだけど、そうそう、やっぱそれがやっぱアンジェにも伝わったから、はいはい、アンジェのお家に呼んで、うん、一緒に暮らすようになって、うん、お姉ちゃんもう急にね、急にね距離近くなって今日そう、うん、本当にアンジェ的にも最初は、うんうん、その家の中でもちょっと警戒してるというか、うん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 、本当に大丈夫かみたいなとこあったんですけど、まあいろいろ聞いて距離がぐっと縮まったっていうのはありますよね、うん、やっぱその時にお父さんだったらどうするかみたいな、うんうんうん、ね、その考え方がやっぱりはもう本当にベルグリフさんの育て方が良すぎて、なんかこれ教科書にできないか、なんかベルグリフ自慢みたいな出してほしい、本当にベルグリフなら私が育てましたみたいな、うん、いやでも今の農家感あるよ、ね、あそうかダメだ、僕が育てました顔が見える、そう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 すごくね、なんかこう、まあ、いろんなところに気を使いつつ、うん、それが今度ベルグリフのシーンになると、うん、マルグリットとグラハムがねこう喧嘩というかね、まあ、言い合いして、うん、そこをやっぱ収めるところとか考えると、うん、本当にベルグリフって人間としてはできている、うん、そうです、本当に何の話をしたらあんなにこう、うん、なんか距離が近くなって、そう、うん、笑い話をできるようになり二人の仲をこうまた、そう、人間性がスランクなのよ、本当に、おー、ちょっと名言出ちゃいいな、ね、気になりますよね。そうですよね。そしてね、はいはい、ミトも、うん、はい、初登場というところで、ミトは敵意がないっていう、ね、言ってました、そうなんだよね、はい、しかも
怖いとか寂しいとかっていう言葉が出て、こっちもなんかやっぱ戦闘をね、あの、まあ、魔王殺しっていうなんか異名もね、あの、アンジェもできちゃうぐらい戦ったりしてたから、敵ビンバンバンかと思いきや、そうなんですよね、分かっていながらも育てると、やっぱ人間性スランク、あーもうスランク男、はい、いやスランク男、やっぱり親子だけあってベ、ね、ルさんに育てられたらね、うん、確かに感じますよね、責任感とかもやっぱ感じますよね、ベルさんの、いや優しいし、え、自分だったらどうします、なんか一応このね、まあ、敵だと思って会った対象が、まあ、すごく弱っていたりとか、あれ意外と敵いないな、でも怪我、いやあんまり体調も良くなさそうだし、いや連れて帰るかってなります、いや私放置しちゃう、まあ、難しいですよねなかなか、放置して、うん、それこそ自分がベルグリフだったら、はいはいはい、遠くに住んでる S ランクの娘に相談して、あで強い娘と一緒にどうするかを考えてっていうのを、はい、だから連れて帰るっていう決断できないと思う自分一人でね、うん、連れて帰りますって言えるのがこの子、ね、家までは連れてけないですよね、こうなんか自分、うん、ここにいてください、うん、自分が薬箱取ってきますとか、ならなんかちょっと個人情報明かすのためらっちゃいますよね、ここ僕の自宅ですとはね、そうそうちょっとそれをね考えずっていうとあれかもしれないですけど、それを恐れずなんかこううちにおいでって言えるところはすごいですね、本当に本当に89はいろいろなシーンが印象的でしたけれども、はいはい、マルグリットが偉大な英雄として名を挙げたグラハムに抱いているように、はいはい、憧れや尊敬という言葉が、まあ、キーワードとしてね一つあったんじゃないかなと思うんですけれども、今回は憧れたり尊敬している人や物ことをテーマに語っていこうかなと思います。いいですね、何か、まあ、毎週ジムに通ってる人すごいなとか何でも大丈夫、憧れるな、楽しいのですが、どうでしょう川瀬さん、いやー本当に些細な、うん、だけど私にはできないことなんですけど、はい、いつでも部屋が綺麗な人、あ憧れがすごくて、なんかすごい今アネッサと共通する出てきたねなんかガッと掃除して、うん、て綺麗な部屋なんだ、もう理想の家だな、うちの家みたいな瞬間をやっぱりちょいちょい訪れるんですけど、うん、それが継続ができなくて、そりゃ難しいですよ、なんかこうやっぱり買い物したりとか、うん、まあなんかこういただいたものというか事務所からいただいたりとかしたものを、うん、一旦この何そのものの住所がないものが家に到着した時に、うん、一旦床に置いてしまう癖がやっぱあるんですよ、わかります、そう、なんかもともとこれはここに置くぞとかこれはここの引き出しにとか決まってればまだ片付けられるんですけど、うんうん、新規の入居者の部屋がないもんでそうどう、あ、まあ、一旦ねみたいな、一旦置いてご飯食べようとかなっちゃって、それがちりつもになっちゃうとか、なるほどなるほど、なんかこう洗面所とかも、うん、スキンケア用品をここに入れてとかこうやってぴったりやとか言うんですけど、うん、やっぱ新しいもの買っちゃうと、うん、なんかどんどんこうシンクの周りにこう置いてっちゃったりとかして、うん、ごちゃごちゃになるんです。どうですか、綺麗ですか、え、それで言うと私、うん、はい、マキタンに尊敬される女かもしれない、わーいいなじゃあもうあれだ、いつ行ってもいいよっていうお家ですか、うん、そうだね、ちょっと玄関先で5分だけ待ってとは言うけど、5分で、そうですよね、5分で片付くんですもんね、私74時間ぐらい待ってる、1日以上だいぶ待つなって、それは どうやって維持してるんですか、でも私結構あの自分 の, あの収録じゃない収容棚、はい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 、で空いてるところを結構作ってあるんですよね、あすごい、えそこが埋まることはないんですか、なんか埋まらないように、例えばこれはじゃあ本当に必要かなっていうのを結構定期的に考えて、ときめき、そうだね、だからもうあの本当に捨てるっていうとちょっとなんかあれだけど、ごめんなさいするときはするし、例えばすっごいあの某あの いわゆるあの戦う美少女作品のあの子供向けのあれとか結構あの図鑑とかいっぱいもらったりして、そういうのもあの同じ感じの図鑑だったりすると自分のページを写真に撮ったり切り抜いたりとかして、
でそれをあの、まあ、挟んでファイリングしてとか、クリアファイルもクリアファイル専用のクリアファイル買ったりとか、アクリルキーホルダーとかアクリルスタンドもそれ用のファイルを買ってそれを本棚にはめてますね。すごい、すごいですね。なぜ物が増えないんだろうって。だってちゃんと整理してる。なんかこう洋服を買ったら、うん、着なくなった服をこう捨てるみたいな人いるじゃないですか。いる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 。服だぜ、いつ着るかわからんぜって思っちゃうんですよ。それまではすごい思う。いやー、だからやっぱこのお仕事してると衣装で買ったりしたものとかって、うん、なかなか私生活というか普段プライベートで着るかっていうと派手な服とか、うん、確かに。でもせっかく買ったからには一回でなんか捨てるのもなとかいうので、もうクローゼットギッチギチ。なるなる、それはわかる。でも結構後輩の子にあげたりとか友達にあげたりとか、なんか結局その同じ衣装を4回ぐらい着るとそろそろファンの人からあの服好きなのかなってあお気に入りなんだろうとかね言われると、ちょっとなんか違う、もったいないから着てるだけで。そうなんですね。早見さんはどうですか、部屋綺麗な。私あの割と川瀬さんと近いというか。お意外。整理しても物増えて、整理しても物増えて、で結構クローゼットサービスとかに預けまくって。でもいい、それはすごく。台本とかね、保管難しいですからね。はい、でも捨てるってなっても時間すごいかかっちゃったりとかするし、もうひたすら詰めて保管って、詰めて保管になっちゃうんですよね。まあなかなか片付けはね、片付けられない永遠のテーマよ。私そういうと意味では寝かせない人かもしれない。そうか、言ってみて。本当に憧れ、憧れる、憧れだ。憧れてくれ。もうこのな音声だけだと見せられないこの私の今のポーズよ。ナイスバディの人のポーズしてません。っていうね。そんな感じでございます。私の憧れはどうですか、ルビさんは。私はこれ憧れは、はいはいはい、あのちょっとこれあの今日ここで、はい、お願いしたい憧れがあるんですけど。私あの結構マキちゃんとはね、うんうん、あのいっぱいお仕事もご一緒させてもらって、ね、マキちゃん、ルミさんなんて呼んでもらえる間柄なんですけど、はい、ここまでね、はい、いろいろやってきて視線を感じる、はい、結構あのねデビューした後すぐからとかもね、なんか長期でね結構あのご一緒させてもらってるんですけど、はい、やっぱり先輩ってこともあって、うんうん、早見さんっていう呼び方をずっとしてて、ね、なんか早見とはさすがにやっぱ先輩って考えると、そんなに変わらないです。いやでもやっぱりなんか、うん、ちょっとなんかちょ慣れ慣れしすぎるかなっていうところでちょっとでもそろそろ呼び方のアップデ、そうアップデをなんかもうちょっと距離の近い呼び方を嬉しいしたいって嬉しい思ってて、早見ちゃんか沙織ちゃんかどっちか呼びたいんですけど。嬉しい。沙織ちゃんがいい、沙織ちゃんがいい。私マキちゃんがいいです。マキちゃんがいい、ルミちゃんがいい。そんな突然ちゃんづけ緊張する。ちょっと徐々に、じゃあ私沙織さんにしよう。嬉しい嬉しい。せめてルミさんってぜひ呼んでほしい。嬉しい嬉しい。私もあのずっとなんかどっかで近づけないかな。呼んでほしい、全然呼んでほしい。ぜひぜひぜひっていう、ね、最高いいタイミングで乗っかっちゃった私。いつかもうこの S ランクの間にいたいって思ってて、嬉しい。なので今日から沙織ちゃんでルミさん、マキさん、いやマキちゃんがいいな。マキちゃん頑張る頑張る頑張る。私あだ名がちゃんまきなんですけど、そうだよね、なんかちゃんまきって言われるのも嬉しいんですけど、なんかこう先輩からまきちゃんって言われるのめっちゃ嬉しいんですよ。なかなかなくて、やっぱこの下の子にはちゃんまきさんとかまきさんって呼ばれるんですけど、まきちゃんってなかなかなくて。あ、そうなんです。結構私の中でキュンとするワードなので。でもちょっとお姉さんしかあんまり確か言わないかも。めっちゃ嬉しいっす。頼みます。嬉しい。え、でも私はスターさおりちゃんって呼んでください。いいっすか。いや呼んでくださいよ。大丈夫ですか。いや
大丈夫っす。すごい、なんか距離が近くなりました。うわー、嬉しい。じゃあ、沙織ちゃんの沙織ちゃんの憧れちゃおうかな。私、この流れですごい恐縮なんですけれども、はい、朝早くして、朝活できる人。まあ確かにね、キラキラしてますよね。急にやっぱ戻っちゃったんですけど、すごい4時とかに起きて、うん、4時4時5時とかに起きて、なんだろう、コーヒーゆっくり飲んだり、あと勉強したりとかして仕事行かれる方は本当に尊敬。朝ヨガする人いるじゃないですか。カーテン開けて、はい、マット敷いて。いや、それどころか、うん、あれヨガのそう教室にスタジオに、うわ、行ってシャワー浴びてから来たって言われると、そう、私爆発しそうになるもん。たまらなくなっちゃう。いや、弱いんですか？めちゃくちゃ弱いわけでもないんですけど、うんうんうん、でもだいたいもう出かける準備が終わったらすぐ家出なきゃぐらいの時間にしか起きれなくて、余裕があんまないというか、ね、私もギリギリで、うん、この時間なら間に合う、うんうん、で、まあ、それでね、起きちゃうな。起きますよね。我々の仕事ってだって朝中だけじゃないじゃないですか。夕方帯だけだなみたいな人があって、マジ昼まで寝てません。いや、もう寝てる。起きたら14時とか。お、14時じゃん、まだ寝れんな。いけるいけるみたいななっちゃいますからね。確か朝活はな、ホットヨガしてからシャワー浴びてくる人類、本当に人類。すごい無理だ、憧れますわ。だってヨガの荷物持ってさ、そう考えるだけ でバスタオルとかね、着替えとか、どうやったらできるんだって。無理無理無理。いや、憧れますね。うん、はい。Sランク娘キャストトーク。我らの憧れ発表しましたが、はいはい、皆様9話までご覧いただいていかがでしたでしょうか。はい、ぜひね、今回の S ランク娘キャストトークの感想だったり、本作への期待のメッセージをハッシュタグ S ランク娘をつけて X 等でつぶやいてください。はい、ということでお送りしてきました S ランク娘キャストトーク、また次回もお楽しみに。以上、アンジェリン役の早見沙織と、アネッサ役の川瀬真希と、ミリアム役の大久保留美でした。